共通テストの問題が試験中に SNS で流出、これどうやって送ったんだろうね。3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するとネット投稿事件っていうのがやっぱり有名ですよね。2011年の。そうで始まりました、もちチャンネル。さあ、今緊急でね動画撮ってるんですが、非常に大きなニュースになりましたね。はい、予定を変更してお送りしておりますが、今日出すはずだった動画どうしようって感じなんですが、共通テストの問題が試験中に SNS で流出かというですね、その画像を受け取った東大生2人が回答したっていうですね、ものすごい事件ですね。はい、対してね大きなこともなく行われたと思われていた共通テストですが、実はこんな大事件が起こっていたと。これは相当大きな事件になりますね。なんだっけ、携帯を挟んで受けてた人いたとか、足のところに挟んで受けてた人いたとか、なんか寝ちゃっててリスニングがもう始めてると思って早く始めちゃって失格とかってなった人いましたけど、それより全然大きな事件ですね。まあカンニングですよ。共通テストの世界史 B の問題が試験時間中に流出していた。実際警察の捜査も始まってるということなんですけども、 SNS で回答を送り、大学入試センターは不正が行われた可能性があると見ているということですね。15日午前9時半から11時40分にかけて行われた地歴公民の試験時間中に、東大の男子学生が11時6分インターネットの通話アプリスカイプを通じて、世界史 B の問題用紙が写った画像計20枚を受け取ったと。で、学生は送られてきた19問中14問を解き、午前11時28分と39分の2回に分けて送信。東大の別の男子学生21歳は同8分に計10枚の画像を受け取り、同26分までに回答を送り返した。全部じゃなくて一部の可能性もありますけど、東大生が受け取って解いて答え送ったってことですよね。で、この二人の学生が受け取った画像は共通テストの問題と一致していた。これどうやって送ったんだろうね。なんか斜めからの写真なんだよね。まっすぐじゃなくて。メガネのあるじゃないですか。ああいうやつかな。どうやってやったんだろうね。何を使ってやったんだろうね。まあ文房具とか服とか見ると女の子ですね。これね、やってんのね。で、これだとなんか、その東大生たちも一緒になって、なんかカンニングを手助けした人たちなのかなと思いきや、違うんですよね、これね。問題を解き、回答を送った時は共通テストの問題だと思わなかったと話していると。で、それでチェックしたんだよね。そしたら、本物の問題だってことが分かって、大学入試センターに届け出をしたと。画像を送ったのは高2の女子生徒を名乗る人。でも高2じゃないですね、受けてるからね。で、これがまたね、闇というか、うまいよね、システム使うのが。この二人の学生が登録する家庭教師紹介サイトの利用者だったんですね。で、その紹介サイトから家庭教師の実力を測りたいって言って、そこで送ったんだよね。つまりまあ、実力を試したいからどれだけ早く回答を返してこれるかみたいな感じのちょっと煽り的なやつでやったってことだよね。どうやってやったんですかね。試験中は当然持ち出せないですからね。試験中にその写真をどうやって撮って、どうやってネットに載せたんですかね。まあこれはとんでもない事件でございます。で、こういう事件があったのは初めてではないですね。まあカンニング事件っていうのはいくつかこうあるんですけど、ネット投稿事件っていうのがやっぱり有名ですよね。2011年のものがすごく有名だと思いますね。で、その時もそうだったんですけど、異形業務妨害罪になるんですよね。で、異形業務妨害罪ってなんか普通だと嘘とか言ってで信用を落とすとかで業務妨害になるとかっていうので多いと思うんですよね。だからデマとかさ、今回デマではないんだけど、大学留学共通テストっていうものがこんなカンニングができちゃうんだよって言って評判を落とすみたいな、そういった形になっちゃうんだよね、多分ね。まあ私は法律詳しくはないですから、業務妨害して故意に妨害するっていうことが必要なんだよね。で、偽計だから不正な手段を使ってっていうことなんで。で、一応は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処するとなってますからね。やっちゃダメですよ、本当に。じゃあその2011年の場合はどうだったのかっていうのをですね、見ていって、今回のケースもそういう風になり得るのかどうかっていうのを確認したいと思いますね。で、だから2011年に、これをどうですかね、覚えてる人いるかな？ 11 年も前になるのかも。Yahoo 知恵袋？
今でもあるじゃないですか。あそこに実際の試験中に問題を載せて回答をもらったっていう事件がありましたね。京大の二次試験の時すごい話題になったんですよね。数学と英語の問題が投稿されて、で実際他のものでもやってたと、同志社でもやってた、立教でもやってた、早稲田文化構想なんだ、はい、でも行ってたということで、カンニング事件として非常に有名になりました。日本国内で初めて携帯電話を使ったカンニングの発覚ということでね。でこの時も医系業務妨害容疑で捜査をスタートしたっていう風になってますね。なんかもともとあれだよね、模試でやってたんだよね。それでできるかどうかの練習みたいな感じでやってて、で実際やったんだよね。同志社が2月8日ですね、10時5分に出して、10時17分に回答がやってきたと。なるほど、10分とか5分とかすごい短い時間で来るね。はぁ、すごいね。このリンクついてるよ。すげえ。知恵袋のリンクがちゃんとついてる。消されずに残ってるんですね。で、京大、早稲田、立教の3校が公正な試験を妨害されたとして、被害届を出したと。同志社は出さなかったんですね。あ、後に早稲田も取り下げたんだ。で、この時どうなったかっていうと、Yahoo Japan に対して ID の投稿記録の提出を求め、NTT ドコモの同一端末から行われていたことが判明と。でドコモに対して通信記録を出してもらって、で山形県に住む40代女性のものだと分かったと。ただ使っていたのは河合塾仙台校に通う仙台市在住の当時19歳浪人の予備校生だったってことが分かったんですよね。ありましたね、懐かしいやん。で所在が分からなくなってたんだね。捜索願いが出されてて、逮捕して取り調べる方針となったと。2011年3月3日に仙台駅構内で保護、3月9日に医系業務妨害の疑いで仙台市の予備校の寮と山形県内の実家を家宅捜索。へえ、そんな風になってたんだね。捜査の結果、この予備校生による単独犯であると。センター試験の結果が京大合格レベル総合の得点を下回ったことから、二次試験で一発大逆転をしようとしてカンニングに手を染めたと供述したと。すげえ。京都家裁にも最初やったんだけど、保護観察相当の意見書をつけ、2011年3月に山形家裁へ移送。この頃、11年あの地震の時だよね、これね。予備校生本人は迷惑をかけたのは間違いないと申し出て、非行事実を争わないことを表明。これを受け山形家裁は7月7日非行事実を認めた上で謝罪文を提出など深く反省するとして、元予備校生不処分としては処分なかったんだ。そうなんだ。そうで、これは手口どうやってやったんだろうってなったんですよね。だって退出できない時間にどうやってそんなことができたのか。打ち込むのなんて、数学のなんてね、できんのかってね、カメラ付き携帯でやったんじゃないのみたいなね。その画像を受け取った人が打ち込んでやったんじゃないのっていう風にね、言われてたんですよ。で、実際どうだったのかっていうと、椅子に座ったまま左手で持った携帯電話を股の間に挟んで、監督官から見えない状態で問題を打ち込んで投稿と。ね。意外とマニュアル。まあ、だからこういうこともあったから、今回のね、共通テストで、その股の間にスマホを挟んでた人は失格になったわけですけど、数学の記号等については、あらかじめ辞書登録をしておき、変換で呼び出して記入していたと。なお、警察の再実験によれば、少年は非常に早いキータッチをしたという。やったんですね。はい、じゃあやってみろ。って実際やったんだね。で、試験結果、京都大学は予備校生が合格ラインに達していた場合、カンニングの事実が確認されれば失格。当たり前ですね。にすると発表したが、合格者の答案の中にはサイトに掲示された回答と告知、また類似したものはなかった。予備校生が合格点に達しなかったことを示唆したと。まあ、どちらもダメだったということですね。だ、その後、カンニング対策としては、センター試験では携帯電話、スマートフォンを卓上に置かせ、電源を切らせた上でしまうよっていうのに努めましたよ。東北大山梨県立では指定された封筒内に携帯電話を封入させた上でカバンにしまわせる。英検とかなんか面接の時なんかぶら下げるやつに入れますよね。東京工業大は電源が入っている携帯電話がある位置を特定するシステムを開発と。すごいね。そんないろんなことがあったんですけど、まさか同じようなね、ものが出てくるとはね、びっくりですよ。カンニングしたと見られる女性は、12月に、なんか世界史と現代文の問題を解いていただき、大丈夫そうなら指導お願いしたいっていうね、仲介業者。そうね、今仲介業者とかも普通にいっぱいあるからね。いや、なかなかすごいよね。これでね、人生を棒に振ってしまうのも、とってももったいないことですから、ぜひね、そんなことしないで、フェアに。入試戦ってもらえればいいんじゃないかなと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。
すごいニュースでした。はい。まあ、どういうふうになっていくのか、まあ、これから。まあ、特定できないってことはないと思うので、ネットに完全なる匿名性なんかないですから、捕まるんじゃないかとは思います。その時に、まあ、どうやってやったのかとかも、これから明らかになるんじゃないかと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.